児童がコミュニケーションに用いているのは手話です。この特別授業は七尾市が聴覚障害がある人とのコミュニケーションを学んでもらおうと一昨年から実施しています。サイレントのドラマ効果もあって手話に興味を持つ児童は多く、講師の指導に熱心に取り組んでいました。手話を使ったら喋る言葉が分かりやすくなることが改めて思いました、うん、一番いいのは子供にもっともっと手話を覚えてほしいことです。若い時から覚えるのが一番いいです。授業の最後には、せーの、ありがとうございました。